驚愕、49盗塁達成、盗塁成功率やばすぎ。ワロタドジャース大谷翔平選手が18日敵地マーリンズ戦に1番指名打者で出場。第1打席でサゼンラを放ち出塁、すぐさま49個目の盗塁を決めました。7月23日の本拠地ジャイアンツ戦から26回連続成功となっていて、アウトになったのはたった4回、盗塁成功率は驚愕の 92.5% を記録しています。マジかよ、大谷すげーな。 5-0 いけるんじゃね。ロバーツ監督に並ぶとかもはや伝説だろ。盗塁成功率 92.5% って化け物かよ。 WW 一郎の記録も抜きそうで草。打者大谷の完成型見てる気がする。投手としても一流なのに打者でこれかよ。 MLB の歴史を塗り替えてるな。日本人として誇らしいわ。26回連続成功とかどういう制度だよ。相手チームはどう対策すりゃいいんだ。盗塁王とホームラン王を同時に狙えるとか頭おかしい。失敗がたった4回、逆に阻止したやちすげーよ。 WW 毎日大谷のニュース見るの楽しみ。 5-0 達成したら歴史的偉業だな。打者としても投手としても一流って反則だろ。 MLB の歴史上最高の選手になりそう。怪我しないでほしい。盗塁もここまで上手くなるとは思わなかった。大谷のおかげで野球ファン増えそう。年俸1億ドルでも安いんじゃね。毎試合何かしらやってくれる期待感がすごい。二刀流どころか三刀流だな。盗塁王も狙えるとかマジ。打者専念してこの成績とか化け物すぎる。一郎の記録更新したら泣いちゃうわ。 MLB の歴史に名を刻みそう。 5-0 達成したら永久欠番あるで。日本の誇りだわ。野球選手として完璧すぎる。こいつに対戦したくない投手多そう。盗塁も上手くなりすぎだろ。大谷がいるだけでチーム強くなるな。毎日新記録作ってんじゃん。野球ファンでよかった。子供たちの憧れだわ。大谷のおかげで野球人気復活しそう。盗塁王も射程圏内か。やばすぎ。今シーズンの大谷は伝説になりそう。野球界のレジェンドになったな。